背中触ってみると、ここは硬いね、ここ、ここ、ここ、あとここ、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 特にね、この左側がガチガチになっておられます。で、これどんな感じかって言ったら、冷凍庫の中に入っているお肉みたいな感じでガチガチに固まってるんですね。で、それはね、今から生肉に戻していきますけど、その過程がとても痛いんですね。で、この背中のズレと、腰のズレとか背中のズレを先に取ってあげた方が体が楽になってくるので、今からそっちをね、取っていきますね。こっち側下にして行ってやっていきましょう。下？はい、下にして。よいしょ。はい、倒しますよ。はい、腕刈りますね。はい、腕刈りますね。よいしょ。これでね、ぐーっとひねっていきます。持ち方のいいとは。大丈夫？大丈夫。はい。では、反対側向きましょうか。これでグーッとひねってます。そうするとその力入れてます。うわぁ、だいぶずれてたね。一見足を押して座ってください。はい。はい、ここで寝てみましょうか。はい。丸くなっていただいて、そのまま後ろ。よいしょ。よいしょ。はい。以上でございます。いやね、うつ伏せになって休みましょうか。あ、ごめん。はい、では触っていきますね。そうするとして、ここが少し柔らかくなって分かりますかね。こんにちは。ちょっとこっちで今日 YouTube 撮影してるので、あ、はい、すみません。だいぶ緩みましたね。で、まだこの辺ちょっと硬いので、これの疲れっていうのは足の疲れから上がってくるので、足がしっかり触っていくのを見ていきますね。で、下に下ろしましょうか。はい、頭ドーンと置いてもらって、首を見させてもらうとね、こことここ、特にこいつが痛いんですね。で、どんな感じになられてるかって言ったら、首の骨がこうあるんですけど、この骨がこう傾いてきてます。で、これをね、直してあげると頭痛とか目の疲れとか首のこりとか取れてくれます。で、これね、させてもらったらね、2000人に1人ぐらいの割合で首が痛くなってしまう可能性があります。バキバキする場合はね。で、押さえて取っていく方法だったら、そんなことが起こらずに 80% ぐらいの確率です。80% ぐらい取れていきます。どっちがいいですか？どっちでいいの？バキバキする方法だったらちょっとリスクがありますよってお伝え。あ、じゃあ、押す方。押す方でいきましょうか。はい、でも痛いよね、どっちもね。押す方は痛くない。痛くない。はい、頭ドンといてください。バキバキしてもらって。いやいや、まあご本人の意思ですから。これこんな感じ、大丈夫そうですか？そこで新規集まってるところですね。新規集まってるところですね。だからリスクがあるんだ。リスクあります。なので最近なんていうんですか、首をバキバキってするところで大げさにするところが減ってきたっていうのは、そういうリスク回避をするために減ってきてるんですよ。なのでうちでもそういうことちゃんとあるよって言ったことをお伝えした時点でやりますっていう方と、いや、やっぱり抑えて取ってくださいっていう方とやっぱおられるので、どっちがそのスッキリするんですか？スッキリ感はどっちも一緒です。バキってなった方が好きだんだっていう人もいれば、いや私それ嫌、怖いっていう人もいるし、なのでこれだけは毎回確認してます。バキって鳴らすのは、はい、なんか気泡が鳴ってる。そうなんです、気泡が鳴ってるだけなんですよ。なのでその骨、気泡が潰れた音なんですけども、その時に骨もずれてるのが動いた時に神経が当たってしまって痛くなってしまう方っていうのもやっぱり若干もおられるので、今やってるのはそのずれた骨を、ずれてきた方向と正常な位置に押して戻していってるやり方、バキッてするのを時間をかけてやってるやり方ですね。なのでそんなにっていうか、ほとんど悪くなったりすることがございません。
ますよく耐えられました。いかがでしたか。手伝いたい。他の正解とか言って気にならんぐらい痛い。気にならんぐらいでしょ。すっきり感。いや、あのそれは火が立たんとわからんと思う。そうですね。今ね、どんな感じでしたかって言ったら、髪の毛を切って整えたような感じ。この状態でずっと続きますかって言われても、まあ、髪の毛伸びてくるよみたいな感じです。なので、この状態がまあキープされても、まあ、1週間の人もいれば、やっぱ続けていかれて2週間、3週間伸びていく方もいます。なので、まあ、一応ね、定期的にされた方がいいですよとだけはお伝えをしてますが、あと考え方なので。あの整体教にこっち来とった方がいいよね。いいよねって、お前やってみない。いや、俺もちょっとあのさ、グッと押さないけど、ちょっと僕の企業はなんか結構激しめに気持ちよさそうだよ。なんかやろうかなと。痛いよ、ほんま。ちょっと押すのが結構ちょっと押しますちょっと、ちょっといいと思うよ。私が説明上なんですけど、何か聞いておきたいことがあ、大丈夫、はい、大丈夫ですか、はい。